127パウンド2分の1テイケン事務所属日本フェザー級第9位青羽隆博。時代を担う新星、史上初の高校6冠王者青羽隆博21歳。青羽が5戦全勝3ノックアウト125パウンド韓国スーパーバンタム級第3位ムン・ジェチュン。韓国の無敗新人王ムン・ジェチュン。ジャッジ村谷信明、同じくウクリッド・サラサス、同じく勝薙昭彦、レフェリー阿部和夫。選抜インターハイ日韓ホープ対決第1ラウンドのゴングが鳴りました。画面の左側、赤と白のトランクス、髪の毛をゴールドに染め上げました。史上初の高校6冠王者、現在は日本フェザー級9位にその名を連ねます、帝拳ジムの青尾貴博21歳です。史上初の高校6冠達成後、おととしの9月に2ラウンド KO 勝利でプロデビュー。3歳からボクシングを始めた、ボクシング歴18年の21歳です。今日は1ラウンドからアグレッシブに攻めていきたいとそのように話していました。さあ左のストレート打っていった。さあ一気に距離を詰めていこうという史上初の高校6冠王者青尾隆博です。この試合は元世界チャンピオンの飯田聡さんともにお送りしてまいります。さて飯田さん、はい、青尾ですが1ラウンドから攻めていきますね。いいボディが入った。もう最初から左ストレート上下に打ち分けて、力強く打っていってますね。まあこの青尾ですが、10年に1人の逸材、そして辰吉丈一郎以来の天才ボクサーというふうに言われますが、そのあたりのゆえんというのはどこにありますか？そうですね、もうあの誰も成し遂げてなかったその高校6冠ですか。これは本当に素晴らしい記録だと思いますね。はい、はい、でまたその、まあ、記録だけじゃなくて、やっぱそのセンスっていうのももう、そのアマチュア時代からもう注目されてましたね。はい、はい、ボクシンググローブを握ったのはわずか3歳の頃、小学4年生ですでにジムワークを開始しました。アマチュア時代は79戦76勝というレコードを持っています。さあボディ打っていった。アマチュアからの連勝記録は66を数えます。さあ左右の服、今日のこの青の対戦相手は黒のトランクスを履いています。韓国ボディダウン、1ラウンドでいきなりダウンを奪った。さあ立つことができるか、韓国の無敗ホープのムン・ジェチャン。さあなんとここでファイティングポーズを取った。さあここから追い詰めていきたい。1ラウンド秒殺宣言を試合前していました。さあそれ左ステルストレート、右のフック、左フック。さあボディ、おっとこれは、さあこれはダウン、ダウンを宣告されました。これはスリップではなくダウンです。いや全く効いてダメージじゃないですね。あ、そうですか、はい、お互いにダウンを取るという波乱の展開になりました。第1ラウンド日韓ホープ対決です。韓国の無敗ホープ対日本の無敗ホープの青隆弘との対戦、第1ラウンドから激しい試合になっている。左のストレート打っていった。おっと攻めてきた。非常に気の強いコリアンファイターのムン・ジェチュン、黒のトランクス。さあ左ストレート、これは効いたか。青の左が本当にスムーズに上と下打ち上げてるんですよね。なんでボディは本当に効いてると思います。あ、そうですか。青と顔面を取られた。さあボディ、ミルフック。おっとこれは効いた、これは効いた、これはダウンです。さあ2度目のダウンを奪った青隆博。おっとタオルが投げ込まれた。青隆博1ラウンド KO 勝利。